こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただきありがとうございます。今回紹介する武将は、北条五代百年の中でも、最高の名君と名高きこのお方、相模の志士、北条氏康だぜ。さて、霊夢は北条氏康について、どんな印象を持っているかね。武田信玄や上杉謙信と渡り合った名将って感じね。名君揃いの北条氏の中でも、際立った手腕で北条氏を躍進させた中高の祖と言うべき名将だな。北条氏が最盛期を迎えるのは、息子の氏政の代になってからだが、その発展の土台を築いた氏康の功績はすごいものがあるぜ。軍事や内政はもちろん、外交や法整備にも長けた多彩な武将だぜ。とはいえ、ドラマなどではあんまり取り上げられてない印象が強いけどな。じゃあ、この動画でしっかり解説してあげましょうよ。では早速解説を始めていくぜ。北条氏康は1515年に、北条氏綱と正室である楊樹院の間に生まれるぜ。氏康が生まれたこの頃は、まだおじいちゃんの早雲が当主だったようだな。北条姓を名乗るのは氏綱の代になってからだから、氏康は伊勢氏の嫡男として生まれたことになるな。早雲が孫の氏康にどんな感じで接していたか気になるわね。残念ながら氏康の幼少期のことはほとんど伝わってないそうだぜ。ただ、家臣たちの武芸の傾向を見て、ビビってそっとしたとかいう有名なヘタレエピソードが残っているぜ。家臣たちにも、こいつが後取りで大丈夫かよ。的な陰口を叩かれ、恥ずかしさのあまり氏康は自害しようとしたそうだぜ。こんな子が後に北条氏最高の名君になるわけ。あんまし想像つかないけど。だがこの時、氏康の森役を務めていた清水義政という武将に、臆病を自覚している者は臆病者ではありません。むしろ大将の器ですと諭され、氏康は励まされたと伝わっているぜ。名君の陰に迷信ありね。ヘタレな自分を乗り越えた氏康は、後に最前線で指揮を取り、何度も太刀打ちに及んで顔に打った筋、体にも数箇所の傷を負うような勇敢な武将に成長していくぜ。時を経て1529年に元服した氏康は、翌年に初陣を飾ったそうだぜ。ヘタレを乗り越えて初陣を果たす時が来たのね。扇ヶ谷上杉氏との小沢ヶ原の戦いが初陣とされているな。この時期扇ヶ谷上杉氏と手を組んだ甲斐の武田信虎が相模に侵攻してくるぜ。氏康の父、氏綱はこれに対処するべく出陣するぜ。武田信虎と連携し、小沢ヶ原に侵攻してきた扇ヶ谷上杉氏には氏康が単独で対処することになったぜ。氏康は二正面の一方を任されたわけね。北条軍の接近を知った扇ヶ谷上杉軍は、数の劣る北条軍に対して弓矢での遠距離攻撃を仕掛けるぜ。なかなかいやらしい攻撃ね。しかし氏康率いる北条軍は、矢の雨をかいくぐって扇ヶ谷上杉軍へ突進、激戦の末これを打ち破り、氏康は初陣を勝利で飾るぜ。さっきのヘタレエピソードとは真逆の勇猛な戦いぶりね。氏康はボロボロの扇ヶ谷上杉軍を深追いすることなく見送り、悠然と小田原に引き上げたそうだぜ。さっきの勇猛ぶりからいくと、追撃して徹底的にとどめ刺しそうだけど、もう勝ちは確定しているわけだから、追撃して味方に無駄な損害が出るのを避けたかったのかもしれないぜ。このように氏康は大胆さと慎重さを併せ持った武将だったようだぜ。なるほど。すでに名将の片鱗が見えるわね。この後順調に成長し、21歳になった氏康は駿河の今川氏親の娘の瑞慶院を正室に迎えるぜ。この瑞慶院が後に氏政、氏輝、氏国、氏憲らを生み、後に北条氏の最盛期を築いていくぜ。結婚後も氏康は父氏綱に従って関東各地を転戦、第一次河野大合戦などに従軍して合戦の指揮などを学んでいったようだな。この第一次河野大合戦で勝利した北条家は、勢力を伊豆相模に加えて房総半島北部まで拡大していくぜ。お父さんの氏綱も相当なもんだったのね。その氏綱だが、この頃に人生をかけた一大プロジェクトに取り組んでいたぜ。一大プロジェクトとな。鶴岡八幡宮の再建だぜ。この再建事業を成功させることで、自分が関東の武士たちの頂点であることを示そうとしたらしいぜ。着工から10年後に無事再建が終了するのだが、その半年後、氏綱は亡くなってしまうぜ。あれま、家督を継いでから武蔵の一部と房総半島の北部を獲得、そして鶴岡八幡宮の再建と北条氏を大きく飛躍させた名将は55歳の生涯を閉じるぜ。しかし氏綱は亡くなる2月ほど前に嫡男の氏康にも過剰からなる遺訓を残しているぜ。毛利元就と似てるわね。全文は結構長いから、かいつまんで説明していくぜ。義を大切にせよ。義を守らなければ、たとえ領地が増えたとしても恥となる。たとえ滅んでも義を守れば後の世の人々からも評価されるだろう。人材を活用せよ。侍は元より農民や地下人の中にも役に立たない人間はいない。その人物の適性を見極めて使うことができる対象が良き対象である。己の分をわきまえろ。武士はおごりへつらわず、自らの分をわきまえろ。宮は沼を張ると、身を滅ぼすことになる。倹約に努めること、贅沢を好めば領民を苦しめることになる。侍だけでなく領民が豊かなら軍勢も強くなる。決しておごることがないようにせよ。戦で何度も勝利するとおごりが生まれ、油断したり乱暴狼藉を働いたりする。勝って兜のおしめよという言葉を忘れるな。こんな感じだぜ。何回までも通用しそうな内容ね。そうだな。ちなみに前置きには、お前は私より優秀だから特に言うことないんだけど、一応親として書き残しとくよ、的なことが書かれているそうだぜ。氏康は氏綱からめっちゃ期待されてたのね。隠して氏康は27歳で北条家三代目当主となるぜ。余談だが、氏綱が亡くなる一月ほど前に武田晴信が父信虎を追放する形で武田家の家督を継いでいるぜ。あら、この二人同じ年に当主になってるのね。さて氏康が家督を継いで間もなく、扇ヶ谷上杉氏が代替わりのどさくさをついて、氏綱の代に北条に奪われた川越城の奪還を目論んで攻め寄せてくるぜ。代替わり直後に攻撃、戦国あるあるね。
この川越城は武蔵の国の要衝だぜ。ここを奪われると北条氏の目標である武蔵一国の領有が難しくなるぜ。氏康は川越城攻めの方を聞くと即座に出陣、扇ヶ谷津上杉軍を誇ると神津家まで攻め入るぜ。さすが氏康。が、本当の大勝負はここからだぜ。なんと今川義元が、北条の領有する駿河の加藤地域へ進攻してくるぜ。この頃の北条氏は駿河まで領国を拡大してたのね。そこを義元が狙ってきたと。そういうことだぜ。さらに困ったことにこの頃今川と同盟していた武田晴信も連携して北条領に進攻してくるぜ。今川と武田が連携して攻めてきたわけ。これはめっちゃヤバいんじゃないの。いくら氏康でも、今川と武田を同時に相手にするのは無茶ってもんだぜ。氏康は駿河における北条の前線拠点であった吉原城を放棄、駿河と伊豆の国境付近にある長久保城へと前線を交代させるぜ。ここは一旦交代して、後で反撃に転じるつもりね。そういうことだぜ。しかし小田原にて出陣の準備を進める氏康に衝撃の知らせが届くぜ。衝撃の知らせですって。それは山内上杉と扇ヶ谷津上杉が連携し、川越城を大軍にて包囲したとの知らせだったぜ。なんと、さらに氏康の義理の弟にあたる古川久保、足利春氏までが敵方として包囲軍に加わっていたぜ。両上杉氏と足利春氏連合軍は総勢8万の大軍だぜ。8万ですって。川越城の兵力はどの程度だったの？約3000だぜ。兵力差は26倍。無理ゲーね。しかしわずかながら希望もあるぜ。城に立てこもっていたのは北条の誇る最強武将、北条綱重率いる精鋭部隊、玉縄衆だぜ。さらにメイブレイン北条玄庵、大道寺森政もいたぜ。なんとかなるのかしら。いや、今川武田連合軍と川越城包囲軍を同時に相手にするのは不可能だぜ。氏康は家督相続4年目にして最大の危機を迎えていたぜ。ここから氏康はどうやって切り抜けるのかしら。追い詰められた氏康は思い切った手を打つぜ。氏康は加藤地域に侵攻してきた今川義元と和睦交渉を始めるぜ。和睦の条件は加藤地域を今川へ全面割譲するというものだぜ。せっかく保有してた駿河を捨てるってわけ。加藤地域を今川に渡すということは、後々今川が駿河から伊豆へ直接攻め込んでこれるルートを与えるということだぜ。それってまずいんじゃないの。しかし、この時の氏康にとっての優先事項は川越城を何としても守ることだぜ。今川に大幅に譲歩してでもな。大胆な判断ね。なんとか和睦は成立し、氏康は駿河から全軍を撤退させる代わりに今川と停戦、最悪の状態を回避するぜ。これでひとまず川越城救出に専念できるわね。この間氏康は裏切った古川久保足利春氏に何度も本意を促すぜ。こちらに味方できないなら、せめて中立になってくれ、とな。同時に山内上杉当主の利政に対しては、川越城を明け渡すから城兵の命は助けてくれとも頼んでいるぜ。なんか弱気な対応ね。さらに包囲の一角を担っていた岩月城城主太田前官には調略を仕掛けるぜ。足利春氏への呼びかけは聞き入れてもらえず、城兵の解放は上杉の利政に拒否されてしまうぜ。ダメじゃないの。しかし、岩月城城主太田前官への調略には成功するぜ。これでちょっと望みが出てきたかしら。その一方、大軍に完全包囲されている川越城内とは連絡が途絶えていたため、氏康は城兵たちが玉砕覚悟で撃って出る可能性を心配していたそうだぜ。なんとかして城内と連絡を取る必要があるわね。しかし、敵の包囲網をかいくぐって城内へ連絡を取るのは至難の業だぜ。だが、この困難なミッションを遂行すべく、名乗り出た武将がいるぜ。どこの命知らずよ。城内に立てこもる北条綱重の弟、福島弁千代だぜ。その容姿はまるで女性と見間違うレベルのイケメンだったと伝わっているぜ。命知らずのイケメンね。で、どんな方法で城内と連絡取るつもりなの？いや、方法も何も、このイケメンはたった一人で身を隠すこともなく堂々と包囲軍の中を進んでいって、城門までたどり着くとそのまま城内へ入ってしまったそうだぜ。まさかのノープラン。っていうか、包囲軍は何やってんのよ。あまりに堂々と通り抜けてくるもんだから、包囲軍の兵たちは特に反応せず、見送るばかりだったそうだぜ。実はこのエピソードは軍記物の中の逸話だから、どこまで本当かは不明だぜ。しかし大軍ゆえの油断と連携の甘さをよく表した話なので、紹介させてもらったぜ。真偽はともかく、ありえない話ではないかもね。みんな知り合いってわけでもないだろうし。城内に弁千代を迎え入れた城兵たちは、氏康の思惑を知り、大いに士気が上がったそうだぜ。これで準備は整ったのかしら。ああ、いよいよ始まるぜ。織田信長の桶狭間の戦い、毛利元就の厳島の戦いとともに、後の世に日本三大奇襲戦として語り継がれる伝説の一戦、川越の戦いの開幕だぜ。準備が整った氏康は、5000の兵を率いて川越に向かうぜ。川越城の兵は3000だったから、北条軍は合わせて8000ね。包囲軍の10分の1じゃないの。しかし、最初の3000対8万の状況に比べれば、はるかにマシだぜ。この間も氏康は足利春氏に対して、兵を引くように要請しているぜ。まあ当然受け入れられなかったかな。そりゃそうでしょ。またしても春氏の説得に失敗した氏康は、再び上杉憲政に対して、川越城の明け渡しと引き換えに城兵の解放を要請するぜ。だから包囲軍は圧倒的に優位なんだから、そんな要請受けるわけないでしょ。その通りだぜ。そんなことは氏康も百も承知だぜ。この氏康の弱気な態度を見て、包囲軍は完全に油断しきってしまったそうだぜ。まさか包囲軍の油断を誘うために、わざと弱気な態度を取ったってこと。そういうことだぜ。そして油断しきった包囲軍の様子は、氏康の放った忍者部隊によって逐一氏康の元へと届けられたというぜ。忍者部隊って、もしかしてあの風魔一族のこと？風魔については当主の小太郎をはじめいろいろと謎が多くて、実在するかもよくわかってないらしいけどな。実際は風魔小太郎じゃなくて、風間孫右衛門という人物が実在したそうだが、実態や功績は定かではないようだぜ。
まあ忍者が功績をはっきり残してるようじゃ、ちょっと困るけどな。確かに、スパイの素性が公正にバレバレじゃ困るわよね。ちょっと話がそれたな。その忍者部隊の情報を分析した宇治康は、包囲軍に対しての奇襲攻撃を決定するぜ。この戦力差だと奇襲しかないわね。宇治康は夜でも敵味方が識別できるように、将兵すべてに白い陣羽織を着用させるぜ。さらに自軍を4隊に分割し、そのうち3隊を突入部隊とし、1隊が一撃を加えると速やかに離脱し、次の隊が同様の攻撃を繰り出す作戦を立てるぜ。万が一に備え、残り1隊は予備隊として待機させるぜ。また自分の位置を把握されないため、松明や差し物の使用を禁止し、機動力を優先するため敵の支給は取らずに打ち捨てることを周知させるぜ。毛利も隣のような徹底ぶりね。北条軍は闇夜に紛れ、川越城の南の砂久保に布陣していた扇ヶ谷上杉軍の陣へと近づいていくぜ。そして一気に襲いかかるぜ。完全に油断していた扇ヶ谷上杉軍は、断続的に襲ってくる北条軍の攻撃で大混乱に陥るぜ。この奇襲攻撃での混乱は山の内上杉軍にも波及し、なんと山の内上杉軍は戦わずして敗走を始めてしまったそうだぜ。大軍とはいえ、寄せ集めはこうなるとダメよね。そして、包囲軍が大混乱に陥っているこの状況を川越城内にこもっていた猛将、北条綱重が見逃すはずもなかったぜ。即座に全軍を率いて城外へ飛び出すと、川越城の東に布陣する足利春氏軍に襲いかかるぜ。6ヶ月に及ぶ牢城の鬱憤を晴らすかのように暴れまくり、みるみる足利軍をズタボロにしていくぜ。綱重つえ、宇治康本隊と川越城の綱重隊に散々ボコられた包囲軍は、蜘蛛の子を散らしたように回走していったそうだぜ。この戦いで山の内上杉の当主のりまさは光月へ逃走、足利春氏も古川へ逃走するぜ。しかし、扇ヶ谷上杉当主ともさだは討ち死にしてしまうぜ。北条軍の大勝利ね。こうして川越城を守った北条家は、さらに発展していくことになるぜ。当面の危機は去ったし、この後宇治康はどうしたのかしら。この頃北条家は領国の拡大に伴って戦役も拡大、戦費もかさんでいたようだぜ。ここで宇治康は戦費の確保のため、税制の見直しを始めるぜ。当時の税制ってどんな感じだったの？めっちゃいい加減だったようだな。各地の代官たちが勝手に雑税を領民に貸したりしてな。何それ？代官のさじ加減で税率が決まるってこと？まあそういうことだな。勝手に決めるだけならまだいいぜ。税金ちょろまかして私腹を肥やす代官も結構いたそうだぜ。ダメじゃないの？宇治康もそう思ったんだろうな。ここにメスを入れることにするぜ。まず宇治康は畑に課されていた雑税をすべて廃止するぜ。代わって領内一律に畑の神高の 6% に相当する掛け銭を貸すとの通達を出すぜ。神高っていうのは何よ？国高の前に使用されていた、税を決める際の一般的な評価単位だな。土地の収穫高を通貨単位である間を用いて表したものだぜ。なるほどね。こんな感じで領内一律、そして代官を介さずに直接領主が税率を決めるってのは、当時としては画期的なことだったそうだぜ。代官がちょろまかしていた税は北条家に直接納められることになり、大幅な増収になったそうだぜ。領民としても余計な税を代官に納めなくてもよくなり、結果として相当な減税になって大喜びだったそうだぜ。つまり宇治康は領民に対して負担を軽くしつつ、税収をアップさせたってこと？そういうことだぜ。領民と北条家がウィンウィンになる素晴らしい改革だぜ。まあ代官たちは大損こいたみたいだがな。宇治康派他にも田んぼに課されていた単線や、家屋に課される無別線を減額しているぜ。宇治康って気前いいわね。個人的には相模の獅子とは別に、減税王の称号も与えたいくらいだぜ。減税以外で派、領民に課されていた不役に関しても、城郭などの不審に携わる大不審役と戦場での雑役を担う人不役を残して整理されるぜ。不役に関しても、改革以前は様々な種類があって、領民の負担になっていたようだな。宇治康はこれも整理して領民の負担の軽減を図ったようだぜ。宇治康は領民に優しい戦国大名だったのね。こうした改革で領国経営を安定させた宇治康は、山の内上杉の本拠である平井城の攻略に着手するぜ。が、これはうまくいかなかったようだぜ。まあ、そんなこともあるわよね。宇治康は目標を武蔵北部の御嶽城へと切り替え、落城させるぜ。御嶽城落城の方を聞いた山の内上杉方の国衆は相次いで離反し、北条方への帰属を求め、ついには当主のりまさの馬回り衆までもが離反する事態となるぜ。山の内上杉はもはや本拠の平井城を支えきれなくなっていくぜ。上杉のりまさは大ピンチね。日地もさっちも行かなくなった上杉のりまさは城を捨てて逃亡するぜ。あちこち逃げ回るが、頼りにしていた有力黒人衆にはことごとく見放されるぜ。宇治康はとうとう上杉氏を関東から追い出したのね。それは良かったんだが、関東を追われた上杉のりまさが最後に頼った武将は、北条にとって厄介極まりない男だったのだぜ。誰のとこに逃げ込んだのよ。越後の雄、長岡げ虎だぜ。うわぁ。上杉のりまさを受け入れた長岡げ虎はのりまさの望む光月復帰に同意、関東への侵攻を決意するぜ。ここから宇治康 VS 影虎の血みどろの構想が始まるぜ。これはヤバい戦いになりそうね。まあ、この話はもうちょっと後でするとして。この頃駿河の今川義元は小豆坂の戦いで織田信秀を撃破、松平広忠が死去して領主不在となった西三河を併合するぜ。義元はさらに織田方の安城城を攻略、これで今川家は三河一国を手に入れるぜ。義元が次に狙うのはさらに西の終わりだぜ。さらにこの頃、甲斐の武田晴信も信濃へ侵攻、手こずりながらも信濃を制圧するぜ。しかし、信濃を追われた黒人たちは越後の長尾影虎を頼り、それに応じた影虎との第一次川中島の戦いへと発展するぜ。
この頃に川中島の戦いも始まるのね。西へ向かいたい今川義元、北の越後への対応を迫られる武田晴信、そして関東の覇権を握りたい氏康。この三者に共通するのは背後をまず安泰にしたいということだったぜ。そして幸運なことに、この三者にはそれぞれ年頃の娘と息子たちがいたぜ。さらにこの三者は勢力規模も同程度、かつ何度か戦ったことがあり、それぞれお互いの力量を認め合っていたようだぜ。隠して利害の一致した三者は、お互いの嫡男にそれぞれ娘を嫁がせ、同盟を締結するぜ。これはもしかしてあの有名な、そう、皇統姫三国同盟だぜ。この同盟は不可侵条約ではなく、お互いに援軍を送り合う積極的な公主同盟だったのだぜ。この三国同盟は1年も持たない同盟が数ある中、締結から約15年もの間機能するのだぜ。かなり珍しい同盟だったのね。ちなみにだが、氏康は駿河に嫁ぐ娘のため、伊豆と駿河にまたがる農業用水路を引き出物として建設させたという伝承があるぜ。領民に優しい、氏康らしい引き出物ね。背後に心配がなくなった氏康は、条約により上州の黒人たちを次々と服属させていくぜ。氏康は条約も得意なのね。この条約作戦により、山の内上杉の残党勢力を一掃した氏康は上州の制圧を果たすぜ。ここで氏康はある決断をするぜ。突然ね、何の決断よ。この時45歳になっていた氏康は、家督を嫡男の氏政に譲って隠居してしまうぜ。はぁ、なぜに。表向きの理由は、領国内に蔓延していた飢饉と疫病に有効な対策を打てなかったことの責任を取るというものだったそうだぜ。そんなもん今までの功績からしたら、大した落ち度じゃないでしょ。実際のとこは早めに家督を譲って、自分が健在のうちに次の体制を安定させとこうって狙いがあったようだぜ。あ、なるほど。表向きの理由とはいえ、飢饉の責任を取って隠居ってのはなんか氏康らしいよな。天才なんだから、別に無理に責任取る必要ないと思うけどね。それを良しとしないから氏康なんだけどな。話がそれたな。続けるぜ。氏康は隠居期に出家し、大政権と名乗るぜ。でもややこしいので、ここからも氏康と呼ばせてもらうぜ。まあ家督を譲ったからって、いきなり氏政に全権を渡したってわけじゃないみたいだしな。さて隠居した氏康は氏政と入念な打ち合わせの後、飢饉に喘ぐ領民たちのため、特政令を発令するぜ。特政令って借金全部チャラにするってやつよね。基本的にはそうだぜ。しかしこの特政令には売りに出された祭祀や下人も取り戻せるように考えられていたぜ。百姓にとっては大事な労働力だしな。本当氏康って領民ファーストよね。ちなみにこの特製令は氏康ではなく、氏政の名で発令されているぜ。新当主の氏政を売り出すにはいい機会だしな。手柄まで氏政に譲るなんて。恐れ入ったわ。この特製令によって下層農民の負担は軽減され、かえって生産性は向上し、後に年貢の収入は安定したそうだぜ。氏康って苦手な分野とかあるのかしら。さて、飢饉を乗り切った北条家は、房総半島へ軍事行動を開始するぜ。この軍事行動は氏康が中心になって進め、氏康自身が出陣、房総半島の領主、里見氏の居城くるり城を包囲するぜ。里見氏は自力では北条氏に対抗できないと見るや、越後の長尾景虎に救援を要請するぜ。やばい、越後の雄がやってくるわよ。景虎はこれに応じて越後出陣、上杉の政を報じて関東に侵攻してくるぜ。うわ、やっぱり来た。上州の国衆の大半をあっという間に服属させた景虎は、北条との決戦を期して南下してくるぜ。この知らせを受けた氏康は久留里城から撤収、川越付近の松山城まで移動するぜ。一方の景虎は神津家まで進行、赤石城を落とすと前橋城で待機、神津家、下津家の諸国人に陣触れを出して参陣を求めるぜ。この要請に関東の国衆はこぞって影虎の元へ集まり、その兵力は10万に達したと言われるぜ。10万ですって。この大軍相手にまともにぶつかっても勝ち目はないぜ。氏康は松山城を放棄し小田原城まで兵を引くぜ。そして小田原城での籠城戦を選択するぜ。まあ、無難な選択ね。そして影虎率いる10万の大軍が、とうとう小田原近郊に姿を現すぜ。とうとう来てしまったのね。しかし、影虎は10日ほど小田原城を包囲すると、撤退してしまうぜ。あれ、どうして。撤退した影虎は鎌倉に移動、鶴岡八幡宮に参拝、山の内上杉の名跡を継承して関東管領を拝命するぜ。ついでに上杉則政から一字を賜って、名を正虎と改名するぜ。正虎が関東管領って、北条にとってはまずいんじゃないの。そうだな。北条氏の関東支配を否定することにもつながるぜ。上杉と北条はこれを、関東支配の正当性をめぐって争うことになるぜ。この辺から氏康と正虎はライバル関係になっていくのかしら。どうかな。公的主ってよりは、お互いにこいつうざいって気持ちの方が強かったみたいだな。正虎は氏康のことを伊勢と呼び、氏康も正虎のことを長尾と呼び続けたそうだぜ。これはマジでお互い嫌いってパターンね。結局正虎は鎌倉から上州へ兵を引き、前橋城で今後の方針を定めると、越後へ帰国するぜ。やっと帰ってくれたのね。まあ、この後も来るんだけどな。正虎が関東から去ると、氏康は反撃に転じるぜ。武蔵の国の黒人たちを次々に攻略、武蔵一国の領有を成し遂げるぜ。川越の戦い以来の悲願を達成。それは良かったのだが、またあの男が関東にやってくるぜ。正虎ね。この頃には将軍足利義輝から一字賜って、テルトラに改名しているぜ。ややこしいわね。関東に侵入したテルトラは館林城を陥落させるが、北条に反撃に遭い前橋城に戻った後越後に帰るぜ。北条からしたら、ほんと迷惑なやつよね。テルトラは帰っていったが、北条領ではまた飢饉が訪れていたぜ。
氏康は領内各地の救済に追われることになるぜ。救済先の多くは、小田原攻めの際に上杉方が通過した場所だったぜ。まったくもって迷惑なテルトラね。氏康はこうした農村部に当年の年貢や税を免除し、逃げた農民には村に帰るように通達しているぜ。さすがの領民ファーストぶりね。関東の情勢は北条有利に展開していたが、武蔵の要衝松山城はテルトラ方に奪われたままだったぜ。氏康は松山城の奪還に乗り出すぜ。氏康は松山城へ攻撃を開始、武田信玄も援軍に駆けつけたそうだぜ。松山城攻撃の方を聞いたテルトラは、関東の国衆に松山城の救援に向かうよう要請を出すぜ。しかし、すでに多くの国衆が北条方についていたため、要請に応じる者はおらずテルトラは自ら救援へ向かうぜ。しかし、氏康はテルトラが来る前に松山城を落城させるぜ。テルトラは間に合わなかったのね。テルトラは岩槻城へ入ると、北条武田連合軍と睨み合いになるが、決戦には至らず真矢橋城へと兵を引くぜ。これで帰ってくれるのかしら。一応帰ったが、帰る途中八つ当たり気味に武蔵北部の記載城を落城させているぜ。八つ当たりで城一つ落とすって。で、今度は2ヶ月ぐらいでまたやってくるぜ。うわ、また来た。今度は佐竹義重と宇都宮広綱を従えて下野に進行、祇園城を降伏に追い込むと、続けて唐沢山城を攻めるぜ。やばいわね、早く助けに行かないと。しかし、氏康は松山城から全く動こうとしなかったぜ。なかなか動かない氏康は、関東の黒人たちから、あいつ、全然当てにならねえな。ってディスられてしまうぜ。どうして氏康は救援に向かわなかったのかしら。さあな、この時は体調が悪かったって話もあるが、それだけでもないようだな。ここまでの解説を聞いてると、氏康のことを完璧な武将って思うかもしれないが、欠点を挙げるとするなら、味方を助けに行くのが遅いってのはあるかな。それダメなやつじゃないの。戦国時代では特にダメだぜ。過去にもこれが原因で自勢力の離反を招いているぜ。とはいえ、この時はテルトラが越後に戻ったのを見計らって出陣し、あっという間に下野を抑えてしまうぜ。もうちょっと早く助けてあげなさいよね。さすがの氏康も、テルトラと正面からやり合うのは嫌だったのかもな。しかし、テルトラはまたもや関東にやってくるぜ。もう定期イベントになってるわね。テルトラが真矢橋城に入ると、岩槻城の大助政の使者が待っており、城内の兵糧が足りないとの訴えを聞くぜ。テルトラは秋の大名、里見義隆義弘親子に兵糧の搬入を命じるぜ。テルトラはそのまま日立に進行、南日立の小田氏春を下すぜ。ほぼ同時に里見親子は8000の兵と共に河野大城に入るぜ。里見勢は兵糧の調達のため商人と交渉するが、価格が折り合わず岩槻城の兵糧が確保できない状況になってしまうぜ。ムカついた大助政は、河野大城まで押しかけて里見勢に合流するぜ。一方で氏康は江戸城から出陣、河野大城に攻め寄せるぜ。これは結構大きな戦になりそうね。北条氏康最後の出陣と言われている。第二次河野大合戦の始まりだぜ。北条軍は江戸川を挟んで布陣、氏康氏政親子をはじめ、遠山綱影、富永康影、北条綱重など総勢2万の大軍だぜ。一方、里見方には里見義弘、大助政、正木の武士らがいたぜ。まず北条方が仕掛けるぜ。遠山綱影、富永康影の軍が渡河を開始するぜ。しかし里見勢に迎撃され、遠山綱影、富永康影両名は討ち死にしてしまうぜ。あれ、失敗、珍しい。この敗北で北条方は意気消沈してしまうぜ。しかし氏康は違ったぜ。氏康は敵は勝利に浮かれて油断していると判断し、闇夜に紛れて渡河を決行するぜ。そして、日の出と共に全軍で河野大城に襲いかかるぜ。里見勢は笛を突かれて混乱するが、粘り強く抵抗、激戦の末、北条方は勝利するぜ。この勝利で北条氏は下総を抑え、上総へと進出していくぜ。どんどん領国が拡大していくわね。あ、そうだ。テルトラはどうしてるのかしら。この頃は将軍足利義輝が暗殺されたこともあって、おとなしくしてたようだぜ。氏康はこの頃から少しずつ氏政へ権限を移行していくぜ。そろそろ氏政を独り立ちさせないとね。しかし、将軍暗殺ショックから立ち直ったテルトラがまた関東にやってくるぜ。もうちょっと落ち込んでなさいよ。テルトラは薄井城の原種貞を攻めるが、軍師白井種春の活躍もあり、珍しくボコられ、敗走したと言われているぜ。この敗戦の影響は大きく、テルトラが帰国すると多くの関東国衆が北条傘下に入るぜ。テルトラの関東侵攻の拠点だった真矢橋城の北条高広までも裏切り、関東の反北条最大勢力であった佐竹義重までも北条氏に和睦を申し入れてしまうぜ。これによって北条氏は武蔵下総東高付の大半を勢力下に置くぜ。テルトラの関東への影響力はだだ下がりね。この勢いに乗って北条氏は房総半島の制圧に乗り出すぜ。里見義弘の本拠讃岐城を落とすべく、氏政が出陣、讃岐城南の御船台に陣を敷くぜ。しかし、この御船台合戦は北条氏の敗北に終わるぜ。負けちゃったのね。あれ、そういえば氏康は、この戦いには出陣していないぜ。やっぱ氏康いないとダメなのかしら。しかし、北条の関東における優位は変化はなかったようだな。この頃下野の佐野正綱がテルトラから離反してしまうぜ。これでテルトラの関東の領地は、神津家の沼田と武蔵の羽生のみとなるぜ。これでテルトラは関東にちょっかいかけにくくなったわね。しかし、ここで大事件が起こってしまうぜ。北条、今川と三国同盟を結んでいた武田信玄が、同盟を破棄して駿河に侵攻を開始するぜ。なんですって。駿河に侵攻した信玄は小田原に使者を派遣、氏康氏政親子に駿河併合の承諾を求めたそうだぜ。三国同盟の重要性を誰よりも理解していた氏康は、これを聞いてぶち切れるぜ。今川に協力して、なんとか信玄の駿河侵攻を阻むことに成功するぜ。ここはしのいだけど、信玄はまた来る可能性が高いわね。その通りだぜ。信玄に対抗するため、氏康は思い切った手を打つぜ。
なんと上杉輝虎との同盟を画策するぜ。マジっすか。お互い大嫌いな奴同士なのに。まあ、交渉は難航を極めたようだがな。散々争ってきたわけだから当然ね。北条氏が輝虎の関東管領としての立場を認めること、武蔵の一部の割譲、氏康の七男三郎を輝虎の養子にすることを条件に同盟は成立するぜ。ちなみにこれはどうでもいい話なのだが、七男なのに三郎ってどういうことなのかな。本当にどうでもいいわ。でも、これでなんとか信玄に対抗できそうね。しかし、今度は輝虎と北条の同盟を聞いた信玄がぶち切れるぜ。2万の軍勢を率いて北条領への侵攻を開始するぜ。信玄は着々と南下を続け、とうとう小田原城まで迫るぜ。今度は甲斐の虎に包囲されちゃったのね。これに対して氏康氏政親子は、付近の住民を城内へ避難させると、徹底した籠城策を取るぜ。これに対して信玄は城外の各地域へ放火し、挑発を行うが、氏康氏政親子は動かなかったぜ。小田原城に援軍が近づいていたこと、加えて兵団も問題のあった武田軍は包囲4日目にして撤退を始めるぜ。さすが健城小田原城ね。北条方は撤退する信玄を見ませ峠で追撃するが、武田方も猛反撃し、結局信玄を取り逃がしてしまうぜ。海壁艦した信玄は再び出陣、またもや駿河へ進攻するぜ。また駿河を狙ってきたのね。今川の東州地真はとうとう見にいたので、駿河は北条勢が守ることになるぜ。信玄は富士川西の神原城を攻撃、上昇北条氏信は激しく抵抗するが、武田勝頼、武田信豊らの活躍により神原城は落城してしまうぜ。やばい、北条は駿河を守りきれるのかしら。この敗北で北条方は富士川の東へ後退、大武田の前線を広告寺城と深沢城まで下げざるを得なくなるぜ。そういえば、同盟を結んだ輝虎はどうしたの？この時期はちょうど真冬でな。越後は雪で身動きが取れなかったようだな。肝心な時に役に立たない輝虎ね。信玄はさらに駿河の東へ進攻、深沢城を包囲するぜ。城を守るのは猛将北条綱重だが、信玄相手ではちょっと部が悪いぜ。氏康は氏政を首相として、大規模の援軍を深沢城に派遣するぜ。間に合うといいんだけど。しかし、武田の攻撃に深沢城は耐えきれず、綱重は深沢城から撤退することになるぜ。氏康、やっぱり救援が遅い。こうして駿河は武田方に占領されてしまうぜ。駿河を取られたことで、武田方には駿河から小田原への進行ルートを与えてしまうことになり、北条方に緊張が走るぜ。マジでやばいわね。急いで前線を再構築しないと。しかし、信玄の目標が西へと変わったため、北条方への進行は停止、とりあえずは難を逃れたぜ。根本的な解決にはなってないけど、よかったわね。信玄はこれ以上進行してこなかったが、北条家には近年最大の不幸が訪れるぜ。え、なんよ。氏康が病に倒れてしまうぜ。なんと、体調は悪化をたどり、息子たちの顔の判別もできなくなったり、食事も飯とかゆを出すと、食べたい方を指さすだけで食べようとしなかったり、信玄が伊豆へ進行してきたことなどもわからない状態になってしまうぜ。あの聡明な氏康が、こんなことに。そして、氏政をはじめとする息子たちや、家臣たちの願いも虚しく氏康は亡くなってしまうぜ。享年57歳だぜ。氏康の死を知った領民たちは、涙を流してその死を悲しんだと伝わっているぜ。氏康って本当に領民に慕われてたのね。氏康の死後、後を継いだ氏政が中心となって、氏康が残した功績をもとに北条家は最盛期を迎えるが、それはまた別の話だぜ。いや、氏康って本当にすごい武将だったのね。そうだな。氏綱から後を継いだ時、北条の領国は伊豆相模全域、武蔵、下総、上総の一部だったが、氏康の在任中には伊豆相模全域に加え、武蔵、下総、神津家の全域、下野、上総、日立、駿河の一部を領有するまで拡大するぜ。すげえ。軍事面だけじゃなく、領国経営も神レベルにうまかったぜ。動画の中盤で解説した税制改革の他にも、料亭制度を整備して裁判をスムーズに行えるようにもしているぜ。料亭周辺訴状を出すルートのない者たちのため、目安箱を設置していろんな階層から広範囲に訴状を受け取れるシステムを作ったりもしてるぜ。こういう領民の末端の声まで汲み取ろうとする姿勢は、戦国時代ではとても珍しいことだったようだぜ。戦国とは思えないほど民事的ね。家臣たちに対しても、所領役長と呼ばれる兵役や軍事施設の建設の際に課される労役や負担金を所領の大きさごとに明確に規定した基本台帳のようなものを作成しているぜ。この役長によって、勘高を基準とした平等な負担が家臣に割り当てられて、家臣の不満は軽減し、北条にとっても事前に動員できる兵力や労働力が予測しやすくなったそうだぜ。家臣たちに対しても民主的だったのね。こういう家臣や領民たちと共に発展していこうって氏康の姿勢が私はとても好きだぜ。北条家は戦国でも有数のホワイト企業だったと個人的には思ってるぜ。私も雇われるなら北条家がいいと思うわ。ちなみにブラックな大名ってどこなのよ。ダントツで織田家だろ。あ、なるほど。次世代の氏政、氏直も氏康の政策を引き継いで、よく関東を治めたのだが、残念ながら豊臣秀吉によって北条氏は滅亡に追い込まれるぜ。北条氏があまりに見事に関東を統治しているのを嫉妬してたんじゃないかって話もあるぜ。この後の関東には徳川家康が入ってくるのよね。そして豊臣政権崩壊後、関東地方は日本の中心となり、特に江戸はとんでもない繁栄をしていくのだぜ。それに伴って北条氏の功績も、人々の記憶から少しずつ薄れていったそうだぜ。なんか悲しくなってきたわ。徳川が江戸を発展させていく以前に、戦国のよらしからぬ方法で関東に一時代を築いた一族がいたことを覚えておいてほしいぜ。その一族の中でも、氏康は一番の名君だったってことね。少なくとも私はそう思うぜ。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回は九州のめちゃ強武将を解説します。それでは皆さん、また。
ったね。